それや心理カウンセリングセンターの高間忍です。今日もね、暑い一日になりそうですね。日曜日ですけれども。今日いただいているレターを紹介しましょう。ネガティブな気持ちを自己理解のきっかけにしたいのですが、悪あがきでしょうか？いや、そんなことはないですよね。気持ち、感情、これ大切ですからね。今まさにその最中なのですが、このまま掘り下げないのはもったいないと思いつつ、まあそう、まああんま無理しなくていいですよ。なんかね、無理して掘り下げてもまあいいことはないし、いつもあまり自己理解は深まっていきません。多分掘り下げようとしているから深まらないんじゃないですかね。思考的に考えてるからでしょうか。そうですね。掘り下げようとしているからだと思うんですよね。何が自分をネガティブな気分にさせているのか。それは過去にもあったのか。逆に過去に同じような状況で平気だったことはないのか。その時と今では何が違うのか。などと手探りするのですが、まあ、認知行動療法的な話ですね、これは。そういう分析的なことより、高間先生が質問箱でお勧めされている感覚ノートを書くことが良いのでしょうか。まあいいと思いますよ。今日〇〇という出来事があった。その時の感覚は、非常に落ち着かず、数時間経った今もざわざわと心が波立っている。耳の中が何かの物質でいっぱいになっているようで、音がよく聞こえないし、脳の伝達回路も同じように水没してショートしたようにダメになっている感じだ。まあそういうふうに書くわけですね。かなり細かくね、書かれてますね。しかし書いてて思うのは、やはり自己分析したいというか、同じ状況にはもうなりたくないので、改善策を何かしら考えたいのですが、そういう発想がそもそも自己理解を遠ざけているのでしょうか。まあそうですね。改善策ってそう簡単にわかるもんじゃないので、まずは自分の状況をよく客観視しているかどうかですよね。まあこの脳の伝達回路も同じように水没してっていうのがなんかちょっと思考的な話なんで、もうちょっと感覚的に、なんか耳の中がなんかボワーンとして音がよく聞こえない、この程度でいいと思いますよ。この水没してショートしてダメになるっていうのは、これはかなり思考が入っていると思うので、まあ、そういうことではなくて、水没してないかもしれないしね。なんか別な理由でボワンとしているのかもしれないから、こう、なんかダメになっているみたいに決めつけない方がいいので、だからそのままの感覚をそのまま、感じて、書くということをやっていくと、いろいろね、ご自身が見えてないところまで見えてくるかもしれませんね。今日はね、自己理解を深めるにはみたいなお話を、させていただきました。それではまた。